何でも聞いてください。何でもと言いますと、何でもカンタ田川に聞けばいいね。いや、なんか笑いを振ってもらわないとみたいな話じゃないですか。あ、なるほど。電王戦がそういえば、え？電王戦がそろそろ。何？どうでもいいよ。わあ。何？何？電王戦。電王戦って何？コンピューター。コンピューター。コンピューターとね。はい。あ、名人がやるんだね今度。名人が次やる、ね。さあ、はい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 。どうでもいいよ。レオ、レオ。勝てないもん。そう。佐藤さん負けるんだ。勝てるわけないじゃん。え、将棋ですか。あ、でもスペック落として勝たすかもしんないね。あ、ほうほう。はっきり言ってもう羽生さんが、はい、そのコンピューターとやらない限りもう電王戦はどうでもいいっすよ、はい、終わったコンテンツですよ。あれ、ああいういったそのコンピューターと戦う時ってそのコンピューターの頭脳って人工頭脳って言うんですか、うん、人工頭脳ではないんだけど。ではないんですか。あれって大体羽生さんなんですか。大体羽生さんってすぐ言ってる意味がさっぱりわからないですか。羽生さんのその戦略というのを、うん、あ、インプットしてる。インプットしてるんです。違います。すべての棋士です。あ、そうなんですか。すべてのその棋譜っていうのがあるんですけど、はいはいはい、あれをあのデータで入れていくんです。そうなんですか。これで、はい、まあいろいろあるんですね。関数っていうかこの3点こうまあいろいろあるんですよ。はいはいはい。そういうデータを全部やってほんで、はい、関数っていうのがあるんですけど。はい、それに合わせてその棋譜で昔はこう打ってた時は本当は正解はこう、はいはい、全部のデータ見て、はい、これが正解だって言って打ってくるんですよ。なるほど、うん、あ、じゃあ例えば、うん、相手がこういうふうに打ったら、うん、コンピューターはこの一手に、うん、一番強いそのそうですよ、いろんな候補を挙げてくる。あ、すげえ、うん、あんな短い間にそうそうほんでいや、もう短いところじゃないですよ。1秒でです。ですよね。うん、1秒でパンって言ってドワーって出てくるんです。はい、で、それが一番トップ、はい。これが最善手ってやつなんですけど、はい、それがバンと出てくるのが、はい、あのコンピューターが打ってくるわけですよ。で、羽生さんはほぼコンピューターと同じ打ち方してくる。はい、あ、そうなんですか。うん、羽生さんは。で、なんで羽生さんだったら勝てるんじゃないかって言われてるかっていうと、はいはいはい、羽生さんって、要は予想もつかないことをやってくるわけですよ、はいはい、これがハブマジックっていうんですけど、はいはいはい、これにコンピューターがどこまで対応できるかっていうのはまだ解明されてないんですよ。ああ、なるほどなるほど、うん、セオリーを透かしてくるすがてかもうあの人神だからハブさんは、はいはいはい、あの将棋の歴史100年以上の歴史の中で最強だから。はい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 、はい、だから天ちゃんと俺会ったよ、ね、将棋会館で。いました。しかも監督あの声かけられてますからね。いや俺らにね、そうそうそう、俺らのとこにどうもどうもって来て、あ、違いますって言ったら、あ、そうですか、あ、目が点になりましたね、そうですね、違いますねみたいな。で俺ら喋ったじゃないですか、羽生さんと。僕たちあの将棋会館入ってますからね。入ってね、羽生さんと喋ってるからね。そう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 、うん、そうあれってあなたすごいことなんです。そうですよね。将棋が始まってから今までで、はい、史上最強は羽生さんです、はい、例えば全員が全盛期の頃ありますよね、はいはいはい、今だったら加藤一二三さんとかでいろいろ出てきますよ、はいはい、昔だったら大山康晴さんとか、はい、いろんな棋士の全盛期、はい、一番強かった時期、はい、でトーナメントやってもぶっちぎりで羽生さんです。すごいですねやっぱり、うん、っていうぐらいそのすごい人、はい、だから羽生さんとコンピューターは絶対やらせないです。なるほど。本人やりたがってますけどね。はい。そうなんです。本人はやりたがって。もし負けちゃったらもう終わっちゃうんですよ。終わっちゃう。あ、そっかそっか、うん、電王戦も次で最後なんですよ。まあ一応ね名人とやるわけですから、はいはい、あれなんですけど羽生さんとやって負けたらうーん多分ものすごい人気落ちるでしょうね。将棋全体が、うん、将棋全体がそれはしょうがないと思う。なるほど、うん、これは左です。東金じゃないの。東金、大金、大金っていうぐらい、はい、羽生さんってすごいんですよ。なるほど。で、今カンニング問題三浦さんっていう方がカンニングしてたとか言うじゃないですか。あのね、あそこら辺のレベルになったら、うん、ほぼコンピューターと一致なんですよ。はい、三浦さんって実は A級って言ったらいろんなもうある意味全部将棋を愛好家の中の最強と言われてる8人の中の一人なんですよ。ね、はい、その人がコンピューターとやった時に、はい、あ、コンピューターが
予想する手とほぼ一緒なんですよ、それって勝負ね、はい、一致率がどうのこうのって言うんだけど、はい、みんなが、こんな手知らなかったじゃないんですよ、はい、あ、これだよね、はい、うん、でもっと言っちゃう、三浦さんっていうのは多分羽生さんでも絶対勝てないであろうっていうよりも歴代最強のコンピューターと戦ってるんですよ。ほで何もできなかったんですよ、はい、うん、それでもう終わった。どういうことかっていうと、1台のソフトに、はい、東大、東京大学にあるコンピューター100台を全部つなげたんです、はい、ほならもうスーパーコンピューターどころじゃないんですよ、はい、さっき1秒で 何十兆も、うん、違う違う、1秒で何十兆マジですか、スーパーコンピューターって、もうそれとやって負けたんですよ。うわすげえ、うん、でもその時三浦さんが言ってたのは、それやる前に言ってたのは、はい、そのほぼ僕たちは間違えない、はいはいはい、うんうん、だから負けた時に、なんで負けたかわからない。なるほどね、うん。っていうコメントだったんですよ。はい、うん、へぇ、でもすごい、あの、羽生さんの七冠を崩した男ですからね。はいはい、あの、三浦さんって人は。はい、だから、あのね、もう、あれはちょっとかわいそうでしたね、本当に。うん、もともとちょっとね、いじめられっ子体質だったらしいですよ。あ、そうなんですか。え、あの、映画になってる？はいはい。やつ3月のライオンですか、はいはいはい、あれですよね、あ、違います、あれ、あれは別の人でしたっけ、うん、あれは別の人、あの、マツケンのやつ、あ、違います、あ、うん、そこそこ、あ、松山健二のはサトシの青春ってやつね、あ、サトシの青春、あの人は、あの人は、あの、ハブ世代って言って、はい、あそこら辺の世代の中で、あの、終盤は、サトシに聞けっていうぐらい、はい、羽生さんでも終盤にはこの人とは勝てないかもしれないと思ったぐらいすごい人だったんです。ほんで、名人にもなるだろうって言われてたんですけど、はい、病気で長時間座ってられないんですよ。ああ、なるほど、なるほど。ほんで負けちゃった。ああ、なるほど、なるほど。うん、ね、っていうすごい人なんですけどね。僕、この将棋の知識、はい、将棋の映画をやろうと思って、半年で身につけた知識なんです。はい、そうですよね。それで、あの、ちょっと天ちゃん、ついてきてっつって、そう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 、あの将棋会館に行ったんですよ、ね、うん、アホですよ、はい、本当将棋会館は、はい、であのサトシの青春とかね、うん、あの3月のライオンなんか当たってないでしょ、はい、あんな何のプラスにもならないですよ、でもなんとなくあっちの方がって言って俺らに協力しないで、あっちに協力して、はい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 、ほんでカンニング問題じゃないですか、はい、俺ないがしろにしたらえらいことになるんですよ本当ですね、最近続いてますからね、うん、それよりね負けましたな、ああ、そうですな、 WBC ね、 WBC みんなショックだショックだって言ったけど、はい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 、俺からすると今回あんまりそこまでみんなが言うほど盛り上がってないんだよね、なんかそうですね、うん、メンツなんですかね、いや違う、はい、もう賞味の話、はい、1回目の WBC で、はいはい、もう俺終わったんですよね、最初のやつね、あの時は負けちゃいけなかったんですよ、はいはいはい、もう死んでも勝てっていう話だった、はいはい、ある意味ね、その例えて言うならば、はい、あの太平洋戦争がもう一回起きたみたいな感じ、はいはいはい、もう死んでも負けられないっていう戦いだったんですよ、うんうん、はい、あのなぜかっていうと、あそこで負けちゃうと、うん、あのもう日本がもう野球なんて当時は国技みたいなもんだったから、はい、それを負けるわけにはいかなかったんですよ、はい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 、うん、ましてや韓国とかね、あんななんかに、はい、アメリカで100歩譲るわみたいな、はいはいはい、そんな感じね、アメリカとだったらあれだけれども、それでも負けちゃいけないっていう、うん、ね、形だったわけですよ、はい、それは何でかってかっていうと、アメリカとかバーン打ってくるわけで、はい、150キロピャーン投げてくるわけで、パワーでね、パワーでね、うん、でも日本っていうのは野球はバントもありね、はい、盗塁もあり、はい、いろんなことをやってくるわけですよ、はいはい、それの一番レベルの高い戦術をやってるのは日本だという自負があったわけですよ、はいはい、ね、だから大リーグなりメジャーリーグはもう大雑把っていうか、はいはいはい、だからあれだけど日本は絶対それでも負けるわけにいかない、うん、ほんで案の定コツンコツンやってたんだけどね、だからもうあの時はもう、はい、もうね、第1回目はもうギリギリのところで勝っちゃう、まあ韓国と何回もやってたらそれ優勝するんだけど、はい、うん、あれはもうあの戦い見ちゃうと体験しちゃうと、はい、なんか今もう負けてもいいやっていうところがあるでしょ、うん、よく頑張ったって言って、はいはいはい、準決勝で終わったってよく頑張ったって言って、うんうん、侍ジャパンよく頑張ったって、はい、
はいはいはい、あれ多分1回目の時は負けられないから。なるほどね。帰れないって言った。あの、城島さんっていたじゃないですか。いましたね。あの時、1回目のキャッチャーだった。はい。台湾戦ですよ。はい。台湾なんて余裕で勝てるじゃないですか。はいはいはい。でも、あの、密着したそのドキュメンタリー見ると、うん、バス、終わってバスに乗った時に、一言、はい。いやーもうやめて、きついって言った。ほうほうほう。それぐらいのプレッシャーがあるんだって。ああ、なるほど、ね。もう絶対負けられないっていうのが。はいはいはい。うん、だからあれは本当に負けられない戦いだったんですよ。うんうんうん、だからもうみんな泣きそうな顔してやってるじゃないですか。はい、勝って当然、負けて大貧縮、大貧縮ですよ。うんうん、福留なんかあの時全く打てなくてね。でもずっと俺言ってたんですよ、はい、福留が打って決めるからって言って、はいはい、一番大事な時でって、うんうん、本当にスリーラン打ったんですよ。はいはいはい、もうね、あの時の WBC って、うん、野球好きなやつは全員で戦ってましたね。うん、うん、だからもう、あの、優勝した時号泣しましたもん。はいはい、うん、はい、だからすごかったですね。うん、あれをね経験しちゃうと、うん、あの、負けてもまあ侍ジャパンお帰りみたいな、はい、ねえ、はい、あんなのはちょっと、うん、どうみたいなのはあるわけですよ。準決勝まで行ったんですよね。そう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 、よく頑張りましたでしょ、はいはい、あれ松田がエラーしてるんですけど、はい、あんなの1回目と2回目だったらもう帰れないですよ。あ、うん、だどの選手だったかな、1回目の時に、はい、負けたら帰れないよねって言ってたらしいんだ。あ、はいはい、だからあれはね、メキシコが頑張ってくれて、はい、アメリカ引きずり下ろしてくれて、はいはいはい、ほんで決勝行けたんだけれども、もうほぼ90% もう無理っていう状況だった時のコメントがそうだった。ああ、なるほど。帰れないって、はい、もう年俸何億ももらって、そう、何億ももらってる選手がですよ。そうですね、いいじゃないですか別に、はいはいはい、何億ももらってる、それは負ける時もあらあらって。いやでもその分やっぱそう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 、ね、あとはその時もう一人いいコメントしてたのが誰だったかな、あ、そうだ、解説やってた古田だ。はい、あれが素晴らしかったですよ。おうおう、負けたら子供らにね、野球に憧れて夢破れてた人と全員を裏切ることになる。うわうわ、背負わせる。そうそうそう、いやそれぐらい背負って彼らは戦ってますよって言ってたんですけど、はい、まさしくそうなんですよ。みんな野球って始めるじゃないですか、はい、まず最初みんなホームランが打てると思うんですよ、うん、みんなホームランを目指すんですよ、はい、どん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 ホームランっていうのが打てなくなって、はい、上のレベルになればなるほど諦めていくんですよ、はい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 、で、ほんで最終的にはやらなくなるんですよ、うん、でもやっぱり野球好きだって言ってずっと見てる人とかもいるし、はいはい、ね、草野球でもやってる、その人らの全員の夢を背負ってるって確かにそうなんですよね。だから彼らは絶対に負けられないんだって言ってね、うんうん、確かにそうですね、え、だからなんていうの、そういうのを体験しちゃうと、はい、今のはぬるい。なるほど、うん、あんな、あのボンメーラーなんてなかったですもん、うん、あの1回目も2回目、まあ2回目はまだね、はい、イチローがあのね、なんか、うん、調子が悪いとかなんとか言ってもまだ大丈夫だし、はいはい、あの1回目の体験しちゃうとあんなエラーなかったですもん。スーパープレイの連続だったんですよ。うん、面白かったです、確かに、うん、でももうあんな、あのね、だいたいエラーっていうのは、はい、上手い人になればなるほどやるエラーなんですよ、あれ。なるほどなるほど、うん、下手な人間がやるエラーじゃないんですよ、はい、やっぱりプロだからやるエラーなんですよ、はい、なるほどね、目を切るっていう、はい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 、あの、再ランナー見ちゃうんですよ、はいはい、あ、そっかそっかそっか、うん、こっち手元じゃないですね、見てるのはね、一瞬。なるほど。だからうちの息子なんてのは、あの、もう高校でやってるじゃないですか、はいはい、すね、エラーするときはやっぱり目切っちゃうんですよ。なるほどなるほど。だからエラーしたときに言う言葉が、ああ目切っちゃったっていう。ああなるほど、うん、ランナー見ちゃうんですよね。はい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 。だから松田選手ももう完全にさ見てましたもんね、うん、はいはいはい、うん、なるほどね。だからあれは下手な人間がやるミスじゃないですよ、はいはいはい、うまいからなんですよ。でも絶対あれは許されない。あ、まあそういう世界ですもんね。あのね、今年もしかすると増田すんごい成績悪くなるかもしれないですよ。
わあマジっすか。うん、あるある。へ、うん、えー。いやみんなはね、あのいやそんなことないよ侍ジャパンとか言ってくれるかもしれない、はいはい、本人がどう思ってるかでしょうね。なるほどね。うん、そうですよね結局は。ああそうですか。だからあれもう一回ね皆さんねなんかもう一回見てみれば分かるんだけど、はい、エラーした時にファーストに見た時の顔。はい。本当にこの世のものとは思えない顔してるから。マジですか。やっちゃったーっていう顔。ああすな。うん。なるほどね。どうしようって言ってファースト投げてますから。はいはいはい。そこの何秒間。はいはいはい。1秒2秒ぐらいだと思うんですけど、はい、もうやっちゃったー、でもひとまずファーストアウトみたいな、はい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 、そういう顔してますから。あれはやあれを見る限りでは俺責められないですねやっぱり。うん。あの顔見たら責められないって言って、はい、うん、確かにエラーしてやろうとかね、はい、そのもっと言っちゃえば集中力が抜けてたとか、はいはい、あのそんなんじゃないんですもん、うんうん、万全に集中して戦った結果やっちゃったミスなんですよ。なるほどね、うん、あれはね。だからスポーツ選手って実はああいう時が一番美しい顔するんです。ああ、はいはいはい、うん、素晴らしかったですよあれは。なるほど。でもまあね、あのうんみんなあの、いやいやしょうがないですよあれはね。だからさ、うん、1回目もそうなんだけど、うん、2回目の時なんて僕はね、はい、あのジャスコに行ったんですよ。はい、決勝戦。はいはいはい。うん、ほんなら家電売り場、はい、ブワー、あ全部ね、人。はい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 。でしょうね。すごかったですよ。うん。200人ぐらい、はい、街頭テレビかって、それいけ力道山、やれいけ力道山みたいな、昭和初期か、そうそう、はいはいはい、うん、シャープ兄弟をあの切った切ったりって、テレビ前でいやいやいやっつってね、空手ショップチョップが火を吹いてっていうぐらいの街頭、はい、街頭テレビ状態ですよ、はいはいはい、俺もう勝った瞬間ドカーン、はい、でしょうな、で。お疲れでしたって言ってファーッと見て知ってく あれって言って、はいはい、うん、っていうぐらいね、うん、だからね、それ考えるとやっぱりね、うん、確かに、うん、そうですな、物足りないもんがあるよねっていう。確かにそうですね。え、じゃあ、今回は今勝ち上がってる国はだからもうこの時はもう結果出てますよ。あ、そっか、うん、アメリカとドミニカで、はい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 、アメリカ勝つんじゃないかな。なるほどね。うん、今回アメリカに勝たせないと、まあね、WBC まずいんですよ。はい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 。やっぱり。うん、ほんならやっぱり決勝戦だったらさすがに満員になるでしょう。はいはい。うん、で面白いってなったらまたね、あのあれ元々が WBC っていうのは、はい、あの MLB メジャーリーグのやつらが儲けるためにやったんですよ。はいはい、ああ。やっぱそんな感じなんですね、うん、メジャーリーグがね。なるほどね、うん、でも思った以上に盛り上がんねえなこの野郎って。はいはいはい、はい、全然儲かんねえじゃねえかこの野郎、はい、おまけに負けちゃうし。はい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 、はい、だって1回目なんかすごいからね、はい、ホームランのポール当たってんのにファーって言ったからね、メキシコの選手が怒り狂ったんだから、はい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 、ふざけんなーって言って、はいはいはい、それまでねアメリカ楽勝ムードだったのよ。はい、うん、はい、もっと言っちゃえばメキシコの選手も、はい、勝てね勝てねって言って、はい、あの試合の前日ディズニーランドで遊んでたんだから余裕すぎだわもう勝てねえからって言って、はい、終わったら帰るよって言って、はい、でもそれで怒りくってふざけんなよって言って、はい、奇跡の逆転怒りのパワー、怒りのパワーですごいですね、怒りのパワーね、うん、うん、本当にそれぐらい怒ってたの、うん、っていうような状況。だから絶対勝たそうと思ってても勝てなかったんですよ。はいはい。でも今回優勝してくれたら、うん、ね、ほんでわーって会場も盛り上がったら、まあ次やるまた。あー、なるほどなるほど。今度はなんかドリームチーム組んでやろうかこれ。はいはいはい、はい、だからね、まあ、そうなりましたね、うん。そうそうそう。それは楽しみ。なるほど。うん、ね。そうかそうか。やっぱりサッカーと違うのはそこだから。はいはいはい。サッカーはクリスティアーノ・ロナウドが出るからね。あー、ワールドカップ、うん、そうですね、代表選ばれなきゃ出ねえけど、はいはい、てか出られないけど、はい、選ばれてる限りはベストコンディションで来るからね。そうですね、そうですね、ネイマールも、はい、メッシも、そうですね、うん、出てきますもんね、しっかりとね、もう
ブラボンビッチも、はい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 、俺大好きな選手なのに名前忘れちゃった長いんだもん、はい、イモ、ん？なんだっけあれ俺大好きな選手なんだけど名前が出てこない、イモフラペラ違うなんだっけ、ええあのバカな選手ですか、バカな選手じゃない、あの凶悪凶暴って言われてる、はい、ほうほう、とりあえずあの次で降りてください、はい、わかりました、ね、思い出せます、どこの選手ですか、どうだったかな、イモフラボロビッチ、いや違うな、あ、まあでもそんな感じの、そんな感じ、はい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 、イモブラヒモビッチ、そうです、はい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 、めっちゃ好きなんですよ、名前は、タトゥーガンガンに入ってて、そうそう、タトゥーガンガンに入ってて、はい、めっちゃ喧嘩パンやすい、ダーンガーみたいなんだけど、はい、すごく普段はいい人、なるほど、うん、どれぐらいいい人かっていうとね、はい、あの、なんかチャリティーをやりますって言って、はい、あ、違う、あのね、新勝者の人たちばっかりで大会をやるサッカー大会、ワールドカップがある、はい、はいはいはい、うん、で、それには予算がないのよ、はい、行く方が、あの、遠征っていうか大会に出るお金が、はいはい、どこだっけ、イモフラビッチの学校、イモフラヒモビッチ、イモフラ、え、チームですか、あの、国、あ、国、うん、国はね、国はね、まあ、もう書き込みでいっぱい出てるんでしょうね、まあ、あ、まあまあまあ、もう、うん、サッカーファン、そこも、その新勝者の人たちばっかりが集まった、はい、ワールドカップに出るって言うんだけど、はい、2000万ぐらいかかるわけですよ、うん、やっぱり遠征費が、はい、だから、いろんなチャリティーとかね、うんうん、して集めようとするわけ、はい、ほなら他の、ね、選手たちも協力してくれるわけ、はい、オークションでこれ出しなとか言って、はい、うん、で、ね、ほんで寄付とか言って100万とか言ってくれるわけ、はい、ほんでオークションで、それも遠征費に当てようって言った時にそのイモフラビッチのとこ行くわけですよ、はいはい、ほんとイモフラビッチだっけ名前そんなだっけ、イモフラヒモビッチでしょイモフラスウェーデンとか、あ、スウェーデンだ、スウェーデン、スウェーデン、ほん、はいはい、で彼のとこ行ったの、はい、でもみんな怖がってんの、はい、すっげえ怖い人だろって言って、はい、すぐ喧嘩するし、はい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 、あの、すいません、うん、って言って、うん、こういう理由があってちょっと皆さんに寄付をお願いしてんだけど、いくらだよ、はい、2000万集めようと思ってます、はい、あ、わかった、次の日2000万振り込まれちゃった、マジっすかすごいな、これ全額じゃないですかって言ったら、うん、へえ、いいじゃないそれ で、 そうですね、で、これは、道なりでいいのね、ひとまず道なり、これでいいの、右っぽい、右、これね、こっちね、はい、こっちね、はい、うん、今余剰分はそれ もう使えばいいじゃない、はい、これが全額出したらいいんだから、はい、って言って去っていったらしいですよ、かっこいいなぁ、うん、違う人かもしれないけどいや、すごいな、だってサッカー界一の悪道というか、あれこれまた高速だけど、あれ高速脇道それるのないですか、あ、ないのか、これは高速ではない道はないのかな、後ろバス来ちゃってます、これはどう、まあ、ここで U ターンせえって話なんだろうな、まあそうですね、もはら長岡になってる、間違えちって、うん、だ、多分その人だと思うんだけど、はい、でもサッカーはねそういうのはすごいらしいですよ、だからクリスチャーノ・ロナウドなんてものすごい優しいじゃないですか、子供とかに、それ我が家も知ってますなあ、はい、反則だよな、うん、あんだけ金持ってただよ、そうですね、あんだけいい男でだよ、はい、サッカーして世界一なんでしょ、そうです、世界一うまいんでしょ、はい、もう OK じゃん、そうですね、いやだからこそじゃないですか、だからこれ全部高速になってないか、もうこっから東金道路、これ入ればいいんじゃない、これもう高速に乗ってんの、乗ってるんですかね、まだ降りてないですかね、これ
降りてないってこともしかして。でもさっき出ましたよね。出たね。出ました。とりあえず今のでいいのかな。うん。あ、この先に出口があるっぽいですよ。マジで？どっちで行けばいいの？あの今の道で。木更津のこっちかな？じゃあ。え？え？こっちから来ましたね。こう。うん、どうすればいいの？あれ戻るの？これ戻るのはちょっと無理があると思う。後ろ見て。はい、大丈夫です、大丈夫です。本当に？ララララ。ララララ。大丈夫です、大丈夫です。まだ？まだです。全然まだ？全然。もうちょっとです。もうちょっとです。これ頑張ったな、俺。まあいいんだけど。ここで切り返して。ほんで？これ、やっぱりこれそのまま、そのまま、これをまた乗るの？乗って、それで出口、なるほどね。これわかんねえ、わかんねえよ。無人書いてありますね。全くわからん。クリスティアーノ・ロナウド。なるほどね、なるほど。ずるいでしょ。ね、そうですね。あんなのやらしてくれない女いないだろ。金持ってますよね、はいはいはい、めっちゃいい男ですよね、はいはい、サッカーめちゃくちゃうまいですよね。世界一ですよ。世界一だよね、はいはいはい、ね、はい、ほんで子供が来ても「坊や」って言ってくるわけで、はいはいはい、もう子供らがもう目キラキラしてたんして、はい「頑張るんだよ」とか言って、だから頑張るんだよ。ロナウドが新宿でね、うん、こうもう転職する場合すぐできますよ。ヘルスヘルスでいいよねっていう。いや違う、そんなんやらなくてもいいでしょ。ヘルスのオーナーにはなるかもしんないよ。ねえ、あれずるいだろ。やらしてくれない女いねえだろ。なんで転職するのにそれで使うと思うんだよ。そうそう、なるんだっていう。あのさ、例えばだよ、はいはいはい、クリスティアーノ・ロナウドが来てね、はい、綾瀬はるかに、はい、ねえやらしてくんねって言ったらやらせるだろ、綾瀬はるか。そりゃそうでしょうね。あの有村なんとか、はい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 、なんだっけ、はいはい、うん、なんかわかんねえけどさ、はいはいはい、あれだってやらせてくれないって言ったら絶対やらせてくれるだろ。でしょうね。ていうかクリスティア、え、何、まもなく左。あ、そう。クリスティアーノ・ロナウドでやらせてくれない女ってどこ。どこにいるの。ねえ、ちょっと俺は世界中の人に聞いてみたい。世界中の女の人に。いいかい、クリスティアーノ・ロナウドがやらせてくれって言って君は拒否するかい。はい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 。ね、はい、本当にそうですな。クイズ世界の女に聞きました、はい、クリスティアーノ・ロナウドに。私フランスの女です。お、はい、じゃあ質問していいかい、はい、うん、フランスのマド、アマンダ、アマンダと。なんかよくわかんないですけど、はいはい、ソフィー、はい、ソフィー、ソフィー、ソフィーアマンダと思います。ソフィーアマンダ、はい、クリスティアーノ・ロナウドがやらせてくれって言ったらやらせてくれる、やらせる。ロナウドですか。はいはい、私でよければ本当によろしくお願いします。だよね。ほら、パカーッ、パカーですよ。パッカーですよ。バーンですよね。ドーン。すいません、出ましたね。本当に腹立つわ、だんだん腹立ってきたぞ。なんだクリスティアーノ・ロナウドって。私パパニューギニアの、パパニューギニアの、うん、ギブミーさん。はい、ギブミーと申します。よろしくお願いします。ギブミーさん、あのね、はいはいはい、何でしょう、何でしょう。あなた結構、はい、まあ黒くなっちゃったんですけれども、クリスティアーノ・ロナウドって知ってます。クリスナー、うん、
これのロナウド、クリスティアーノ・ロナウドがやらせてくれって言ったらやらせます？もうあの私あのすぐ口開いちゃうんで、あのもうすぐ入れ、もうすぐもうオッケーだよね。イエスイエスイエス。パッカー！ブニュー！って感じでございます。本当だよ。そうですな。男でもやらせんじゃないか。え？そう。クリスティアーノ・ロナウドがもしバイセクシャルだったとして、はいはい。テンちゃんやらせてくれって言ったらどうする？え、あ、我が輩？うん。我が輩？まあ、猫だか立ちだか分かんない。分かんないよ。うん、あ、俺どっちでも OK みたいな、クリスティアーノが。我が輩？加えろって言ったら加えるし、うん、加えてくれって言ったら加えますって書いてクリスティアーノ・ロナウドが言うんですよ。はい。飲めって言われたら飲むし、はい、飲ませてくれって言ったら飲ませますよって。で、だからやらせてくんねって言って。うん。で、ロナウドが言ってきた。うん。いや、我が輩それはあれかな。クリスティアーノ・ロナウドだよ。じゃあもう別にほら我が別にそこはもう倍じゃないから。いやいやちょっと待ってくれよ。いやいやいや、え、監督はやらせるよ。クリスティアーノ・ロナウドがカンちゃん一回だけやらせてくんねえかって言ったらしょうがねえなって言って、でも俺入れられるのは嫌だな、あ、じゃあ入れる、いやそれもちょっと手こぎでいいかいっていう。なるほどなるほど、うん、それでもいいやみたいな。でもそこそれでもいいやっていうロナウドちょっとかわいそうだな、じゃあもう舐めるぐらいだったらやってやってもいいかなと思うんだけど、いやそれもきついな、舐めてくんねえかなみたいな。それを蝶々発信しながら30分ぐらい会話して、うん、まあやりますよ。やるでしょ。え、何それ どっちですか、監督が責められる方ですか。だからそれは30分間話し合おうって。話し合おう。ああ、なるほどなるほどなるほどね。ね、はいはいはい。でもなんかお互いなんかイチャイチャしてて、うん、今日が乗ったらまあ入れてもいいかなってなるかもしんないし入れられてもいいかなってなるかもしんないじゃん。いやもうここ最近ね、監督とのもしかしたらね、あのこう他でね噂になってるかもしれないですよ。監督はバイだと。バイ、俺バイじゃないよ。クリスティアーノ・ロナウドだったらだよ。なるほど、はいはい。えだでも日本でもいるじゃないですか。何ですか、なんか俳優さんで、はいはいはい、あの誰だっけ、監督がこの人だったらやってもいい、綾野剛、綾野最近綾野剛だ、綾野剛、ほら綾野剛も俳優変わってるじゃん。いやいや、あ、それはやらせない。あ、本当にそうなんですか。うん、あんまり自慢なんない。あのあれ、あのウエンツとコンビ組、あ、小池徹平君、あ、小池徹平君。いや、あれはまあ100歩譲るけど、でも基本的にはやらせないですよ。はい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 、うん、なるほどね。クリスティアーノ・ロナウドはな、あるって。え、それもう、え、別にお金とか関係なく、男ですよ、うん、しょうがないじゃん。やっぱそこはやっぱりね、男子出てくるよな。吉田のはどうなの。いや、でも話の種になるんだ。そうだろ、そうだろ。俺どこ行ったって、どこ行ったってこの先10年、20年経っても俺クリスティアーノ・ロナウドやったんだよ。マジっすか、めっちゃ羨ましいんですけどって言われるよ。あー、なるほどね。うん、はい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 。そうだろ。そうですか。そうですけど。クリスティアーノ・ロナウドはやるだろう。だってね、普通にあのセリアとかね、うん、試合でわーってこう出てバーってこう抜かれた時にね、うん、あ、俺こいつとやったんだな。そうそう。まあ、お前それはクリスティアーノ・ロナウドはセリアにはいないけどね。うん、でもまあそういうことですよ。なるほどね、はい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 、うん、ねえ、うん、思わん。それはもう30分間1時間我慢しようよ。そこを我慢乗り越えれば、乗り越えれば話の種がゆすれるかもしんないじゃん。ああ、なるほどね。まあ、なんか知らせてくれるでしょうね。まあ優しくしてくれるでしょうね。うわ、すごい。え、何何こんなんだっけ。もっと道路沿いだったような気がするんだけど。いい広い。あ、そう、通り過ぎた。すみません。ということで、これをご覧になってる皆様は、うんうん、やらせますか派、ネイマールやらせない、あ、ネイマールダメです、うん、派かということで。メッシは、メッシは、まあまあメッシはちょっとロナウドに聞いてからだな。まずは、うん、まずはね、あのさ、ロナウド、メッシにも誘われてんだけどどう思う、そんなんしたら絶対話もしないしとか言ってこじって切られたりして、あ、やっべ、怒ってる。めっちゃ、いや、めっちゃやばいんですけど。クリスティアーノ・ロナウド、クリロナめっちゃ怒ってるんですけどって言って、テンちゃんちょっと間取り持ってくんねって言って。わかりました、わかりました。いや、それは難しいでしょ。クリロナめっちゃ怒ってるんですけど。
メールで、メール返ってこないんだけど。それはまだやってないし、誘われただけだからっていうメール出したんだよ、俺って言って。順なんですね。全然返ってこないんだよ。めっちゃ怒ってるんですけどって。あ、来た、うん、愛を勘違いしないでください。敬語だよ、おい。てっちゃん、敬語だよって。ああ、態度変わっちゃったなと。それまでは、あの、何だしーとかね。はいはいはい。かんちゃん、私のこと好きなんでしょとか。そんなことメールしてきたのに。ああ。もう、敬語なんですよ。怒ったら敬語を使っちゃうタイプなんですね。やべ、メッシやべって。乙女だな、乙女だな。ちょっと避けなきゃいけないなって。ね、ああ、なるほどね。思うわけよ俺は。カメラも揺れちゃうじゃないですか。あのさ、本気にするやつがいるからさ。まあ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 。結構ゲイの人も見てるらしいんですよ。え、本当ですか、うん、なんか俺とやりたいという男の人がね、はい、いるみたいですよ。マジっすか。うん、言っとくけど絶対ないからな。クリスティアーノ・ロナウドだからな。こういうネタも広がってくる。だからやりすぎたんですよ過去に、ね、あのだからサムソンとかやりすぎてるから。いやいや、あの先にガソリン入れたいんだけどな。ああ、そうですな、ね、ね、うん、あるかい。でももうちょっと広いとこだったと思うんだけど。いや全然もうこの辺でしょ、うん、あ、もう近所なの。もうバリバリ近所です。まあ、一応じゃあ行っときますか。そうですね。さて今日の場所は、はい、今日行く場所はですね、はい、某廃墟。はい。あ、なんか我が輩はね久しぶりでございます、うん、廃墟、うん、なんという名前の。あれ、もしかして行く場所間違えてる。え、どういうこと。え、あっちじゃなくて。何、お前間違えた。おいおい、何何、違う違う違う、そう違う、こっち先に行くんですね。こっち本編。あ、本編ですね、これね。うん、これ本編。大変失礼いたしました。私、道を間違えておりました。本当に。おい。やってんだよ。一回止めてもらっていいですか。マジか。いいよ、もうこっから今行こうとしてるの何分かかるんだよ。今行こうとしてるのはここから30分ぐらいです。だから行ったじゃん、こう、そこで降りたら、そっから先に行った方がいいだろって言って。はいはいはい。思いっきり先に。え、これガチね、ガチで。これガチなやつですね。ガチなやつです。あ、どうします。どうしましょうか、バス。だってこれ、ズーチャンネルロードショーのとこに連れて行こうとして。まあ俺は本編のつもりだって。本編だよね。そうですね、本編ですね。降りてすぐだったら先そっち行ってからこう降りてくるのがいいって俺言ったよね、はいはい、うん、だから今回そうという、ね、そうですな。で、なんでズーチャンネルロードショーなのにこんな会話を、はい、気づくべきだよね。そうですね、そうですね、これ本編のノリですな。そうです、ね、そうですな。本編のノリって言おうか、本編だよ、ね、そうですね、そうですね。見てその時に気づくべきだよね、うん、そうですな。大変失礼いたしました。そうですか。じゃあまあしょうがないですよ。まあ、いや、あのね、あのモチベーションっていうものがあって、まあ確かに確かにね。俺はもうこのまま本編の流れで行くつもりでいるから、うん、はいはいはい、今そのズーチャンネルロードショーのところに行けって言われても、はい、俺はまだ体ができてない。ああ、まだ仕上がってない。ウォーミングアップがあるから、ね、からそれはそうだよ。うん、散々ね。うん、クリロラとはありとか言ってるさ、あの盛り上がってる中で。盛り上がってたわ。今から行くとこは、うん、なんでズーチャンネルロードショーでやるっていうことぐらいだから、はい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 、はい、えぐいっちゃえぐいよ。そうですよ。今行く、これから俺が行こうと思ってるとこもえぐいよ、はい、ただもう一回行ってるとこだからね。はい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 、はい、うん、うん、そうですな。だから久々にヨシ君やっちゃったやつですよね、これ、まあ、まあまあまあ、まあ、とりあえずガソリンを入れましょうか。そうですな。いや、もう、うん、そうだな。まあそうですな。まあ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 、これどこどこよ。とりあえずこうガソリン入れるのは左。左。うん、ま
まあまあまあいいです。まあ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 もっと言っていい、なんかさ、はい、道間違えてバックしてグーやりましたね、あのダラダラした展開もこのまま30分以上こうあってまだしてこれ一回止めてまたはい、あの近くに来ましたとかっていうのをやるわけ、はいはい、だからガチシリーズ人気ねえんじゃねえかいや課金が落ちてるんじゃねえかいやいやいや、まあまあまあ、まあ、これは多分このパターンも久々でしょうよ、みんな見るの、うん、これが面白いっていう人の中にはいるわけでか、だからこれが面白くなかったら何が面白いのなあ、いやいや俺は聞きたいよ、久しぶりにこのガチはガチなんだぞっていうね、あれが今あれ見えたんじゃないですか、久しぶりに、久しぶりに、まあそうなんだけど、うん、そう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 、これで面白くないって言われたらじゃあ何が面白いのか教えてもらいたいね、本当でございますな、アメトークあたり言うのかな、ああ来ましたね、うん、アメトークだよ、はいはい、R1 グランプリが面白いよなんか言うのかな、そうですね、もうちゃんと我が家たちはね、うん、もうガチだからこそ間違えるわけですからね、そこは本当にちゃんとそれも踏まえて楽しんでもらいたいね、いやいや俺だからずっと言ってたじゃん、太い道だって言ってましたね、ずっと言ってました、その時かなって言ってね、その時になぜ気づかなかったんだろうよしはだって俺まだ行ったこともないとこなのに、はい、太いとこだ太いとこだって言ってるわけですよ、はいはいはい、そうですね、言ってました、ね、うん、言ってました、うん、そうですね、あ、これはもしやと、うん、今はたと気づきましたね、うん、まっすぐでいいのかな、まあまあまあ、まあ、とりあえず俺の予想言ってあげましょうか、はい、今狙ってるガソリンスタンドも多分閉まってますよこのパターンはよし君大丈夫かい、それはあのね面白いんだけど、はい、こういうこの子はね、はい、あえてこの子って言うけど、はい、この子普段はね、はい、そつなく何でもやりますよ、はいはい、やります、でも一回転ぶと、うん、ローリングストーンクロ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 って、はい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 、もう3連続ぐらい余裕でかますからね、ローリングストーンだからそうですね、本当にこれはどここれは左でこのままね、うん、ほらどん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 道が狭くなってくるでしょ、そうですな、うん、ローリングストーンだ、ちょっと不安になっていくような感じです大丈夫ですか、真っ暗ですけど大丈夫か、真っ暗だよ大丈夫、3つぐらい繋がった、ほんと、ほんと全部閉まってると思うよ俺なぜならローリングストーンだ、ローリングストーンほんとにもうじゃじゃーじゃーらー閉まってる閉まってるはい、いはい、IKEA じゃじゃーこれじゃないよ、じゃらー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 じゃじゃーんじゃーんレッナーってでなーってなんかちょっと大丈夫かな、うん、切ろうかなと思ったんだけど、この結果だけは知りたいね、そうですね、うん、切るときはガソリンスタンドだそうですそうですでもね、はい、ないからさ、ない絶対全部閉まってるから、ね、うん、ないことなんですよ、サティスファクションだから本当によし君これ大丈夫だよね、ある感じ、人も多分大丈夫と思うんですけど、おおおお、松木もあるんだ、うん、閉まってっけどね、まあ、その松木もローリングストーンだからほらいやだってなんかそういう松木はなんかある感じじゃない、ね、こっち映した方がいいかもしれないよ、あ、そうですね、そうですね皆さんどういう状況かというの、うんうん、確かにそうでございます、こうですからね、これでガソリンスタンドが空いてるって言いやがるんですよこの道街並みでガソリンスタンドが空いてるっつったこいつはあるかな、転げ落ちていくからあるでしょう、もう最初は軽い気持ちで5万円借りて2万5千円だとか言われるんだけど、もう10日後林田さんまた来てねって言うんだけど、もう来れない、いやこれはあるでしょうよライフはローリングストーンです、でもこれあれですよ、なかったら僕一人で行きますよ、今日本当か、あ、でもちょっと明るくなってきた、あれあれ
あれは空いてます。あれは空いてるかもしれないな。あれは空いてますな。つまんねえの。なんだよ、やるときやるな。やっぱ失敗してさ、違う違う、これでさ、まあ道間違えましたって言ってさ、散々にそれでおいおいとか言って、はい、でライクやローリングストーンだった、全部閉まってるぜって言って、閉まってた方が絶対面白いはずなのに、すぐ開いてるんだもん。そうもうすぐ終わり、もうこれで、ね、もう終わりだもん、ね、これで終わり。これ開いてない方が絶対美味しいんだよ。開いてない方が絶対面白いんだもん。そう、ま、間違えりゃ責められる。開いてりゃもう。ちゃんと案内すりゃ責められる。どう思う？ね。ケンちゃんだったら確実に閉めてるよね。いやもう我が輩も、もう本当にギリギリまで行ってほしいですよ、ね。そうだよね。ギリギリまで。ケンちゃんだったら確実に閉まってるよ。そうですね。そうですね。いやいやいや、僕はどうしたらいいんですか。助けてくださいよ。いやいや、本当に。ケンちゃんだったら確実に2件とも閉まってるね。そうですね。まあ、間違いないでございますよ。ほんで、わーっと次会うときは近くですとか言ってさ。ねえ、もう。開いてるんだもん、ほら、皆さん。もうここでもう、もうこれ試合終了でございます。試合終了だよ。もう、1件目なんか閉まってて、その時映ってないんだもん。そうそうそう。だってこれだって確実にこれで問題はもうこれ解決するからね。2件目で閉まったから、ね。いいことじゃない、いいことですよ。本来は3軒目も閉まってて、なあ来たろローリングストーンだろって言って、で、ね、ほんで3人でサティスファクション歌って終わりだよ。そうですよ、もうドッカーですよ、それね、うん、次お会いするときはって言って、はいはい、現場の近くですとか、なんとか、うん、ありますから。あ、ありました、ありました、ありましたね、以上みたいな。でもまだよし、わかんねえぞ、入った瞬間に閉まるかもね。あ、なるほどなるほど。寸前でね、寸前で、ね、すいません終わりっすとか言われて、終わりっすって言われて、えぇーみたいな。それは無理やりでも入れてよ、それは面白い、終わりっすって。そうなったらめちゃくちゃ面白いっすよ、ね、面白いでしょ、面白い。それは持ってるか持ってないかあるよ。そうでございますよ、うん、ファーって入れたら、ファーって終わりだから、そこで、うん、全然セルフって書いてるね。閉まりようがないね、これね。皆さんこれ閉まりよう全くなし。これもう24時間だもんこれ多分。やるなぁ、やるね、もう全然盛り上がらないよ。ほら全然空いてるもん。どこでも入れ放題ていうか、すぐ入れてくれ状態だもんほら、ね、ほら一台もないっていう、ね、よかった。じゃあ次お会いするときは現場の近くでございます、はい、さあ、はい、真面目に、そうですな、ありがとうございました、本当に。いや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 、何を言っておりますか、何を言っておりますか。ぐっすり寝てる。ゆっくり、あの、休まれました。非常に、はい、もう本当無理な体勢で寝てるんですよ。はい、そうですね、確実に無理な体勢なんですよ。車内ですから、はい、全然ぐっすり寝てる。あ、本当ですか、よかったかと。これね、マジで糖尿かもしれないね。え、ご飯食べたら眠くなるんですよ、はい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 、はい、で糖尿ってそういうとこあるらしいんですよ。あ、そうなんですか、うん、てか、もっと言っていいですか、うん、監督最近朝すごい早起きじゃないですか。うん、大変ね、4時には起きてる。割と運動されてるじゃないですか。うん、はいはいはい、それこの時間眠いですよね。まあまあそうだよね、普通に考え、うん、だから違うんじゃないですか、うん、口の中が甘いの、なんか。そうなんですか、いつも甘いんですか。うん、どうぞそれ。あのね、すごいなんかシロップのような甘さなの。あ、そうなんですか。だからなんか食べるじゃん、はい、美味しいのよ。なんかその甘みがふゆってきて、はい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 。でもその口の中って結構そういうのあるじゃないですか、なんていうんですかね、あの、そういうなんていうんですか、そ、甘ったるい唾液というか、そういうのってあるじゃないですか、うんうん、なるほど。あれ、それがなんか強めに濃く出てるんじゃないですか。一つ言っていいですか、うん、監督、あの電子タバコ吸ってますよね、うん、それの味が残ってんじゃないですか。いや、俺ね、はい、この電子タバコも1日1回か2回ぐらいしかやんなくなったんだよ。はいはいはい。もうあんまり、うん、うん、あ、そうですか。メリタじゃあ、あんま、じゃあそのせいではないと。まあでも、割と残るね、タバコとかもそうじゃないですか。そうかな、うん、大丈夫じゃないですか、うん、まあ今言えるのは、はい、寝起きであんまり頭が回らなくてうまく喋れるってまあうちにはあの糖尿の大先輩いますから、うん、絶対のまあまあまあ ね、まあ、ね、心配になったら一回ね本当に相談してみたらいいかと。まあね、ね、
着いたらなんかもういきなり現場っていうのはいいね。あの寝覚め悪いかなどうかなってちょっと思ったんですけど、いやいや目を起きたら現場っていうのはいいよ。本当ですか。さて今日の場所は、はい、今日の場所はですね、千葉市市内にあります、はい、とある霊園でございます。はい、霊園ってさ、はい、いるっちゅうなんていう話じゃないですか。まあ、ね、まあ、まあそれはそうですね、うん、でまあ女の子の霊が出るらしいんですけど、うん、ここがね、割と比較的最近の話なんですけど、はいはい、実際結構ニュースにもなった事件現場です。リアルなやつ、リアルなやつですね。ほう、嫁さんを、旦那が、ハンマーで撲殺したと。なんじゃそりゃ。で、まあ、その旦那の知り合いの男も何人かで囲んで、うん、ボコボコにして、ハンマーで後頭部を殴り、その後墓石で顔面を潰し、頭蓋骨陥没、その後に、近所のコンビニに行って買ってきた、ジッポのオイルを、かけて、焼き殺したと。なんじゃそりゃ。で、それ何それ。え、何それ何ここで噂。いや、もう本当にマジでガチであった事件です。で、その翌日にそのジョギングしてたおじさんがそれを見つけて警察に通報。え、待って、霊園で。うん、霊園で。どんだけだよ、マジで。で、その霊園の中というか、まあ、駐車場で起こしたらしいんですけど、はあ、まさにここが現場。それは女性の幽霊も出るよねって話ですね。それがここなの。ここです。え、この駐車場なの。うん、でこの駐車場かどうかわかんないですよ。なんか何個かあるみたいな。行っていい。はい。で、まあ行きましたわ、はい、あ、よしここだって言ったらもう降りたらすぐだぞ。有料課金、一番史上最短の、うん、あの有料課金。有料のページ見たら5分とか。まあまあその分お便りのコーナーでもっといいね。5分とか言うの。たくさん来てますか、お便り。いい加減にしろよってなるかもしれないよね。俺怖くてコメント見れないもん俺。今の可能性はなきにしもあらず。10分しかあの心霊スポットねえじゃねえかよって言われるかもしれない。はいはいはい、可能性もあるんだよ。はいはい、そうです、ね、怖くて見れないよお前。降りた瞬間もうそこですよ。あら、あ、ここだ。あ、そこにいるじゃん。あ、なるほど、そういうことか。ここから先は有料です。有料課金してくれた方ありがとうございます。そこです。てか、もう うん、ここですよ。うん、でいますよこれ、ここでしょ。あ、なるほどね、そういうことですね。うん、まあそういうことです。有料課金してくれた方ありがとうございます。来週また2分ですよ。もうちょっとあれでしたね、もうちょっと離れたところの駐車場止めた方がいいんじゃない。でも駐車場だからね。まあまあそうですね、車ここ止めるわな。そうです、そうです、そうです。でも心配しないでください、はい、ここじゃないです。あ、マジですか。まあとにかく行きましょうか。行きますか。じゃあ宮様行きましょう。ここは駐車場ですね。あ、ここもでかい霊園でございますな。周りはこんな感じですね。はいよ、はいよ。あ、そうですか。ちょっと我が家のトイレ行っていいかい。入ってらっしゃいませ。
え？カメラ回す前に行きなさいよ、二人と。セレションしてる場合じゃないでしょうって感じですかね。ジッパーが開かない。あった、開いた。バッテリー、はい。二人連れ添っておトイレに行かれてますが、果たしてあれは本当にトイレなんでしょうか。まあ、トイレなんでしょうな。寒いですね、まだね。うん、なんだ。何こっち、あ、え、ソーラーは何の音になるの。こっちソーラー、天気まさか持たれた。一人でこういうのも嫌だな。ちょっと近くまで行こう。寒いわ。結構広そうですね。結構ありそうですよ。二人はおトイレに行かれました。これがトイレなのかしら。あ、手洗いちょっと書いてますね。ですね、はい、これだけ確認したいことがあって、はいはい、その確認が終わったら分かる。はい、一個だけ確認ね。はい、どうしたの？どうしたんですか？あ、なんか入りました、こういう時間。一個確認しましょう。はい、はい、もう一個駐車場どっちだ。このあれでいいんですか？第二駐車場ですか？だと、こうだから こっちの方ですかね。こっちになるよね。何ですか？
したら分かる、はい、こっから先は有料でございます。後半もお待ちしてます。